皆様こんにちは。現在函館のペロペロです。本日は函館市内と少しお隣の北斗市を一日観光したいと思います。今回函館に来ようと思ったのは、司馬遼太郎さん著書の燃えよ剣が映画化されると Twitter で知ったからです。燃えよ剣は、組織づくりの異彩を持って幕末最強の武装集団を作り上げた新選組副長土方歳三の生涯を描く歴史小説です。幕末という激動の時代に武州玉の薬屋の息子、後の新選組副長の土方歳三がどう生きたかを感じすことができる作品です。50年近く昔の作品ですが、今でも色褪せることなく長い時間をかけて愛されている小説だと思います。話が長くなりましたが、函館はそんな土方副長が最後に命を落とした場所として土方歳三ゆかりの地と言われています。街中にも土方副長の写真だらけです。今回は土方副長のゆかりの地を回る、そんな旅行です。まずは函館空港とベイエリアの間にある土方歳三記念館を訪れます。ここは駐車場です。駐車場から津軽海峡を眺めることができます。土方歳三記念館2階は石川啄木記念館は、津軽海峡が見渡せる大森浜沿いに2003年に開館した函館にゆかりの深い土方歳三と石川啄木に関する哀愁テーマパークと銘打った施設です。館内は大きく3つの部屋に分かれており、膨大な幕末の資料が数多く展示されています。展示室1では函館戦争の史実を知る最も貴重な資料である爆走録付図や短銃、土方歳三の掛け軸、土方が探し求めていたことを泉の神金貞の教頭と担当などがあります。土方歳三函館記念館となってはいますが、土方だけでなく函館戦争や幕末に活躍した人々の紹介や資料が膨大にあり、ゆっくりと時間をかけて見学するファンの方も多く訪れています。函館戦争の歴史についてより深く学びたい方や、幕末に活躍した人々の貴重な資料を知りたい方にもぜひ訪れてほしい資料館の一つです。函館市公式観光情報 HP 様より拝借。しかし館内は撮影禁止でした。さて記念館の感想ですが、先ほど公式 HP の情報にもあったように、土方ゆかりの教頭担当はもちろん、沖田総司の手紙、複製、菊一文字、沖田総司、愛刀伝説、池田鬼神丸、国重の脇差し、斎藤はじめの教頭と同作などなど、新選組ゆかりの展示品がたくさんあり楽しめました。次に向かっているのは新選組屯所跡地、旧称明寺です。新選組屯所跡地、旧称明寺は弥生小学校や函館元町ホテル近辺にある土方歳三ゆかりの地です。
函館戦争時にこの辺りにあった小明寺に土方の支柱取締就任に伴って函館警備の任についた新選組の屯所がありました。当時旧幕府函館政府には財源がなく、地元民から運上金や通行税を徴収していました。戦況が逼迫し、軍事金は底をつき、榎本武明は富裕な商家から金品を徴収することを計画しましたが、土方が猛反対して徴収は中止されました。これを知った大和屋友次郎はじめ函館の商家の人々は、土方の死を悼んで小明寺に供養碑を建てたと言われています。ちなみに小明寺は明治期に3度の大火に見舞われ、その石組みは現存していません。現在ある小明寺の供養碑は、1972、昭和47年、有志により建立されたものです。このことを多くの方に知ってもらおうと、新選組屯所跡地に立つ、函館元町ホテルの、オーナーが案内板を設置。歴史ファン、土方歳三ファンのみならず、ホテルに宿泊される方や町行く、観光客に注目されています。なお、この跡地1909、明治42年に、建てられた漁業家の蔵が改修されて、函館元町ホテル、蔵の宿となっています。函館市の景観形成指定建築物などに指定、戦はしても民を巻き込まないとする、土方副長の心温まるエピソードです。と話をしてると到着しました。この右側の建物が新選組屯所跡地です。ホテル敷地内にも建て看板があり、ホテルオーナー様の土方愛を感じます。100年近く経っている建物ですが、現在もホテルとして泊まれる模様。いつか泊まってみたいです。お次は特別史跡五稜郭跡に来ました。五稜郭は1864年に完成した国内初の西洋式城郭です。当初は幕府直轄の役所として、後に海軍副総裁榎本武明率いる旧幕府軍と新政府軍が激しい戦闘を繰り広げた函館戦争の舞台として知られています。五稜郭公園として一般開放されるようになった1914年以降は、春に約1600本のソメイヨシノなどが咲き誇る道南有数の桜の名所、また人気の高い観光地、地元市民にとっての憩いの場として、その役割を様変わりさせています。1952年に国の特別史跡に指定されました。五稜郭タワーに来ました。売店で土方グッズがたくさん売っていました。展望台に行きたいのでチケットを買います。チケット買ったのでエレベーターに行きます。エレベーター乗り場の足元は函館の模型になっていました。ものの2分ぐらいですが、この暗くなるのが、憎い演出ですね。函館山のレストランもそうですが、
鏡が正面を向いておらず、斜めを向いているので自分が反射せず、綺麗に写真や動画を撮ることができます。では少し五稜郭タワーについて、函館市公式観光 HP 様より、情報を拝借して解説をしたいと思います。五稜郭タワーは五稜郭公園に隣接して立ち、展望フロアから五稜郭跡の星形を俯瞰できるタワー、展望2階の高さは地上90メートル。五稜郭や函館戦争の歴史を語る展示物も興味深い。高さ107メートルで、90メートルの展望2階からは、五稜郭の星形全体が確認でき、春は桜のピンク、夏は緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、四季折々の風景が楽しめます。また、函館山や市街地、津軽海峡、函館湾など、360度の眺望が見事です。なお、現在のタワーは、2006、平成18年に完成した2代目で、1964、昭和39年に誕生した初代のタワーを、創業40年を契機に建て替えたもの。展望位置は旧タワーの2倍の高さとなりました。ペロは夏の時期しか来たことがないのですが、春の桜のピンク、雪化粧の五稜郭もいつか見てみたいものです。展望2階の最後には土方副長が座っておられます。タワー1階の土方副長も凛々しいですが、こちらもどっしり構えていてかっこいいですね。タワー1階に降りてきました。今にも動きそうな土方副長です。江戸時代末期の人物ですが、様相がとても様になっていますね。お腹が空いたので、ラッキーピエロに来ました。言わずと知れた、ローカルチェーンのハンバーガー屋です。個人的には、日本一うまい、ハンバーガー店だと思います。函館にしかないのが少し、残念ですが、逆にそこがブランディングの、うまいところだとも思います。チャイニーズチキンバーガーを買ってきました。チキン南蛮のような甘辛唐揚げと、シャキシャキのレタスの相性が抜群。圧倒的一番人気の商品です。こちらはラッキーエッグバーガー。卵、トマト、パキ、ミートソースで構成されたバーガーです。少しお子様向けの味付けですが好きです。お腹が空いていたので、近くの長谷川ストアで焼き鳥弁当も買いました。長谷川ストアもラッキーピエロ同様に、ローカルチェーンのコンビニです。セイコーマートと資本提携をしているみたいですね。左の焼き鳥弁当、1600円と右の豚串300円、あとほうじ茶100円も買って1000円です。焼き鳥が美味しくて、ご飯があっという間になくなっていました。ハンバーガーも焼き鳥弁当も、大変おいしゅうございました。街中にこんな素晴らしいローカルグルメがある、函館在住の方が羨ましいです。次は、土方歳三最後の地域に来ました。新選組副長の土方歳三が榎本武明率いる旧幕府軍に合流して函館に入ったのが、1868、明治元年のこと、翌年の旧暦5月11日、現在の暦で6月20日、新政府軍による函館総攻撃の日に戦死しました。土方が銃弾に倒れたと言われる場所のうちの一つ、一本木関門跡に、土方歳三最後の地碑が立っています。函館駅から歩くと15分、函館市総合福祉センター、IL21 の敷地内にあり、いつでも見学自由。全国から土方ファンの方が訪れ、花が手向けられています。ペロも僭越ながら、花は持ってこなかったのですが、手を合わさせていただきました。こちらの公園子供たちが遊んでおり、本当に市民の憩いの場という感じで、
ほのぼのとしたいい雰囲気でした。土方歳三最後の地碑から車で30分ぐらい新函館北斗駅に来ました。新函館北斗駅といえば2016年3月26日に新幹線が開通して有名になりました。現在東京駅から4時間少々で新函館北斗駅に来れるとのことです。でなぜその新函館北斗駅に来たかというと、ペロが大好きな漫画北斗の剣のケンシロウの銅像があると聞いたので来ました。南口から入るとすぐにケンシロウがいました。作者の原哲夫さん、武論尊さんが函館にゆかりがあるわけではないらしいのですが、北斗駅の北斗と北斗の剣の北斗、北斗つながりでこの企画が実現したとのこと。銅像のテーマは、明日への飛行。明日を切り開く飛行機、という意味合いらしいです。ちなみにペロは北斗の剣では、サウザーが一番好きです。前から気になっていた夕日が見えるカフェに来ました。函館市船見町にあるティーショップ夕日さんです。ピンクでレトロなとても可愛らしいカフェですが、明治18年に函館県駅所として建築されたこの建物は、開港した函館を疫病から守る大切な役割を果たしました。その人からか、建物そのものは至ってシンプルですが、かえってノスタルジックな雰囲気を漂わせています。それを演出してくれるのは、店内にあるオーナーのコレクション。蓄音機やオルゴールや数々の小物が、知らないはずの昔の欧州を懐かしく思わせてくれます。この日は天気が曇りでしたので、お客さんは少なめでした。店内もとても可愛い雰囲気です。抹茶を注文しました。おかわり付きなのと茶菓子が嬉しいです。お味は見た目の通り苦いのですが、風味が上品で茶菓子とのマリアージュを楽しめました。さて、夕日を眺めながら今回の旅のレビューを簡単にさせていただきたいと思います。函館と土方歳三湖の2つに着目して、今回の旅を振り返って、他の観光地と一番異質なことは、土方副町は街に馴染みすぎていることだと思います。例えば鹿児島に行くと、西郷さんはあちこちにいますが、西郷さんは薩摩藩生まれで薩摩のために働いた軍人政治家なので理解はできます。しかし土方は戦をしに函館に来て、偶然ここが最後の地になっただけです。にもかかわらず、現在の函館にここまで馴染んでいるのは、新選組屯所でのエピソードがあったように、民を巻き込まんとする土方の武士道に共感感謝しているからではないでしょうか。将軍のために尽くしたいという気概で武州玉を近藤と飛び出した土方は、最後まで武士道に反しない侍だったと思います。また燃えよ剣での記述で生死ではないかもしれませんが、最後敵陣に切り込む土方に敵兵がある問いかけをして、土方はある返答をします。その一言に土方という男の全てが凝縮されていると思います。男心を揺さぶられるシーンです。まだ燃えよ剣を読まれていない方は、ぜひご覧いただきたいと思います。きっと函館という街がもっと素敵に映ると思いますので。ではこの辺りで失礼します。
ご視聴いただきありがとうございました。